すっごい腕前だったよな、あの暗殺者たちが。ああ、氷魔並みの力を感じた。だが、普通の人間だったよな。と思う。でも、なんで氷魔じゃないんだろう。それは、実はいい人とか。そんな、大陸一の暗殺ギルドなのですよ。アリーシャは詳しいのか、風の骨のこと。有名ですから。顔を見た者もいないから断片情報からの推測なのですが、貴族、裏社会の大物、軍人など100名近くの暗殺に関わっていると言われます。半分都市伝説と思っていましたが。あの腕なら納得だな。でも実際に氷魔ではありませんでしたわ。何か事情があると。それは分かりませんが。事情か。会って確かめたいなんて言うなよ。言わなくてもまた会うかもだろ。全力で遠慮したいけどね、僕は。思ったら油断はするな。リストールやり、悪しき奥だ。レックソン、バレた裏が開く。ガイドか、みんな裏で衛水艦いるぞ。ガイドか、みんなまだいるぞ。ベリーは熱く、行くぞ。逃がさない。遺跡が俺を呼んでいる。準備はできてるよ。祭神が水の槍を見せない。一刀両断、準備は準備できてしまった。ちょっと攻撃が準備はちょっとブリーチランスだ。やったら黒を突き刺す。やれたね。一刀両断、ブリーチランス、どんどん危ない。次は誰だい。無駄で衛水逃がさない。これどうだ。光で当てよ。次だ。
いとは、まあそういうことですわ。全く作業が行われていない？どういうことだ？すまない。当てにされて大騒ぎになるよりマシさ。それにスレイはそんなことよりも別のことが気になってるらしい。橋の復旧作業ですわね。うん、これほど進んでないなんて思ってなかったよ。まだしばらくはマーリンドは孤立状態か。なんとかしてあげたいな。ですが、攻めることはできません。うん、誰だって疫病は怖いもんな。おお、そのいでたち、そなた同志殿では？うん、スレイって言います。わしは向こう岸の町マーリンドの代表ネイフトという。スレイ殿、水神様のたたりを沈めてくれたそうな。本当に感謝しておりますぞ。そんなの気にしないで。ネイフトさん、何かお礼に話があるんじゃないですか？ああ、うん、同志殿が水神様を沈めてくれたことにより、いずれここも穏やかな流れになり、橋も架けられるじゃろう。じゃがそれでは遅すぎる。なんとか急いで薬を届けたいのじゃ。そっか、なら。スレイさん、いや、すまなんだ同志殿、つい頼る気持ちが出てしまった。橋の崩壊も天族への感謝を忘れた人々への報いのようなもの。それを忘れず橋の復旧に尽力するとしよう。
力になれなくて。気になさるな。そなたは存在自体が希望なのじゃ。むしろうつうつとしていた時に現れてくれてよかったわい。俺も何かできることを探してみるよ。本当ごめん。天族への感謝を忘れていない、いい人物だ。うん、なんとか助けてあげたい。ライラ、どうして手伝っちゃダメなんだ。僕も知りたい。スレイと重視であるアリーシャだけなら、僕の力でこの川を渡ることは可能だ。薬を届けるぐらいできるけど。スレイさんが同志の力を駆使して荷を届けてしまうと、他の人も同様にスレイさんに荷を運ぶことを求めるようになりますわ。僕らは運送屋じゃないか。じゃあ私船の船頭さんを。それはその方に負担を押し付ける結果になるかもしれません。根本的な問題を解決しろってことだね、ライラ。つまり橋の復旧を手伝うってことか。しかもその後に同志の力を当てにされないように。橋の基礎部分を岩で作り上げることはできないかな。地の天族に頼んで川底を隆起させて。確かにそれは同志にしかできないし、その後の橋の復旧作業は人に委ねられる方法だ。どう、ライラ。はい、いいと思いますわ。ここの西にそびえる霊峰と呼ばれる山に地の天族の方がおられたはずですわ。アリーシャにも伝えよう。アリーシャ、ちょっといい？スレイ、後で話の続きをしたい。そのつもりでいてくれ。分かってますよ。どうしたの？ああ、マーリンドのためにも何とか作業に身を入れてほしいと話していたんだが。旗色が悪いということか。諦めるという類のものではありませんので、辛抱強く話してみるつもりです。それでスレイ、話があるの？うん、橋の復旧のために霊峰にいるっていう地の天族にお願いして、橋の基礎となる岩場を作ってもらおうかなって。ことまでできるのか。はい、可能だと思いますわ。スレイ、
私は彼らをちゃんと説得したい。すまないが、ここに残っていいだろうか。うん、こっちは任せて。だからそっちは頼んだよ、アリシャ。あ、任せてくれ。じゃあ行ってくるよ、霊峰ってところに。お待ちなされ。今霊峰に行くと言われたか。何かそれに問題が。霊峰レイフォルクへは近づかぬ方が良いでしょうな。かの山はドラゴン伝説が伝わる場所でしてな、人が立ち入るべきではないと言われておる。え、ドラゴン伝説？天意見聞録にはそんなこと書いてなかったけど。八天竜の伝説、ご存じないかな。世界各地に残る天族を裏切り地獄に落ちたという八匹の竜の伝説だな。その伝説の竜の一匹が霊峰レイフォルクにいるという噂じゃ。え、でも天意見聞録にはそんなこと。かの書物が全ての伝承について記しているとは限らないのではないですかな。忠告ありがとう。でも行かなきゃならないんだ。それきっと大丈夫。ライラも知らないみたいだしね。武器を取れ、みんな。悪しき欲だ。うなれ、衛星じゃ。逃がさない。一刀両断。手放せろ。結構やるな。行くぞ。個人で来て。これどうだ。大丈夫か、みんな。僕も待ってられない。ちゃう。襲撃。みんな、大丈夫か。準備はできてるよ。祭神が水子だ。せい、無駄だ。はあ、かけろ。行くぞ。逃がさない。今がゴールだ。逃がさない。これと、ケチだ。逃がさない。これどうだ。おとなしく眠ってくれ。水の刃、まだだ。うなれ、エース。危ねえ。瞬撃しようぜ。待てよ。次だ。俺と来てろ。ケチだ。襲撃を食らえ。油断はできないが、俺たちも強い。
周囲を確認してくれ。集中集中、すると天狼を挟む。いざこもし、逃がさない。変月に無駄だ。かけろ、行くぞ。瞬間だ。鋭く攻撃を行くぞ。おもろすぎ。行くぞ。大丈夫か、みんな。これどうだ。鋭く攻撃。まだいるぞ。フリーズローター。氷は悪影剣瞬撃。魔を断ち切る。僕たちの勝ちだね。で見ると本当すごい山だな。まさに霊峰の名にふさわしいな。それにしてもドラゴンか。ちょっと信じられないよな。少なくとも私が以前訪れた時にはその姿は見えませんでしたわ。それって前の同志との旅？いきなりしりとり大会、アンパン、ああ、終わってしまいましたわ。めちゃくちゃだ。例の制約だね。ともかく、仮に本当にドラゴンがいるのなら、今の私たちでは全く太刀打ちできませんわ。もし出会ってしまったら逃げろってことか。出会わないことを祈るよ。我が日はシャッカボタンブレイク過信症例一点突破固有熱心実は無熱心はわずかです。王子で固有攻撃演武熱戦じゃ引ける波竜戦役公演一戦見てらんねえぜ、坊やたち。
このザビーダ兄さんがお手本ってやつを見せてやるぜ。地獄へ連れてってやるのが俺の流儀。俺たちの力なら殺さずに沈められたな。なら坊やたちがちゃんと勝てばよかったんだ。それに殺すことで救える奴もいるかもよ。天族か。お美しい同志様ご一行はいつの時代も優等生ぞろいだなあ。俺が同志って知ってたのか。わかるさ、兵馬に挑む物好きなんかそうはいないから。俺はザビーだ、よろしく。何を。あんたたちには霊峰はまだ早いな。ドラゴンがあくびしただけで眠っちまうぞ。永遠に。ドラゴン退治が私たちの目的ではありませんか。そうなの。それもつまんないな。ライバルがいた方がもういいのに。ザビーダ、ドラゴンと戦うつもりなんだろ。そのつもりだったんだが、パスするって今決めた。いい加減にしろ。今度はよくできましたって。一体何が狙いだ、ザビーダ。奴に同志様ご一行ってごちそうを無視にしくれてやる気はないってこと。ドラゴンに食われて力の一部になる。ここで死んだ方が人様、俺様のためだって。この時をかけろ。こいつをくれ。スプラッシュブレイ。集中力が高い。かけろ。むやみに振るな。マイチ高級の急流。何五年解放。空想を走る。一定級だ。狙い撃つ。マイチ高級の中流。今こそ好機。かけろ爽快の発電。早急の中流。かけろ毎日。早急の中流。今こそ好機。シュートの胸かけろ爽快の反転全てを貫け五点解放一スリープ青の四連マイチ全てを貫け早急一点ダンマ悪かった悪かったって。これぐらいにしようぜ。そっちから仕掛けてきたんじゃないか。だから悪かったとは、俺は敵じゃないって。もういいだろう。はい、私たちが争うのは無益ですわ。さすが、話がわかる。俺たち目指してることそのものは、なあ。
知りません。俺は坊やの陪審になる気はないけどな。ザビーラさん、わーったわーったって、もう邪魔しないよ。どうしよう。スレイだ。はいはい、どうしスレイ。俺もう行くから、ドラゴンからちゃんと逃げてくれ。ここには本当にドラゴンがいるのか。あんたの目は何のためについてるんだスレイ。何なんだあいつは。あいつの力、浄化っていうよりむしろ汚れが食い尽くされたような。僕はあんな奴認めない。殺してまで兵馬を狩る天族なんて。ああ、許せない。行きましょう、今の私たちの目的を果たすために。